今週の新聞で京都への観光客じゃなくて日本への観光客が、アジア勢よりもヨーロッパ勢の方が多くなったということが書かれてたんですけども、ここで見てるとやっぱりそんな感じがします。まず今日の1点目これです。 X3000 なんですけども、いつもこれを持ち歩くときに手で持ってたくないとき、クライミング用のチョークバッグなんですけども、これにだったらすっぽりこうサッとスッと入るんですね。なのでこう歩いてて撮りたいなと思うときにパッとこう出せると。で、自転車とか乗るときは上の方これちょっと絞れるので、こういう感じで絞っとけばこれで落ちないので、これで一度昨日ちょっと撮影してみたら割と良かったです。で、チョークバッグっていうのは内側がですね、ちょっと弱い紐みたいなものになってるんですね。なのでそのまま入れてもレンズを傷つけないというような特徴があります。似たようなもんですけども、これ工具用のこういうですね、例えばペンチとかをこう入れとくもんなんですけども、ベルトにつけて、で買った時はここに穴が開いていて、長いものとかでもこうぶら下げられるようになってたんですけども、 FS5 を先日使ってた時に片手で持っているとやっぱり長時間は無理だなっていうことに気がつきました。相手の目線と同じぐらいの高さでキープしたいなという時に、一脚を使うとか三脚を使うとかが、ちょっとやりにくい場合ですね、少し移動しながら撮るような場合にこれが有効じゃないかなと思ってます。でこれはベルボンの一脚なんですけど、一番短くするとこんな感じです。でこれはこの延長するところがねじっただけでこういうふうにすぐに使えるという特徴がありますが、今日はそんなに長くせずに1段階出しただけ、この長さで使えます。でここにはアルカスイスのプレートですね、保管プレートをつけてとりあえずここに挿しておきます。リュックサックを背負っている時はカラビナをつけておいて、こういうふうにしておけば、手を離しても倒れていくとかいうことはないので、一応ここにキープできるわけです。こういう感じで。それで、カメラで、撮影するときにここに持ってきて、こういう感じで撮れます。しかもこう移動しながら撮るというときに、普通はショルダーリグとかをつけるんですけども、カメラ自体を三脚にパッと乗せ替えるということもこれでできるわけですね。三脚があるとこのまま三脚に乗せることもできる。でこれで一つ思いついたのは、いつもリックサックを背負ってるわけではないので、これクライミング用のスリングというものなんですけど、輪っか状になってる、テープ状の紐なんですけども、これをこういうタスキみたいなのこう斜め掛けして、ここにちっちゃいカラビナをつけておきます。そうすると、さっきと同じような感じで、一脚と、これとを、こういう形で、軽く固定しておきます。こんな感じですね。ここの長さが今ちょっと低いので、もう少し上げてみましょう。よっ。これぐらいちょっと上げてみます。だいぶ高くなりますね、これでね。それで、カメラを、感じで押せると、意外とこの自分で手でキープするよりも割と高い位置で、多分ショルダーでキープするよりもさらにちょっと高いぐらいの位置で今キープできていると思います。これで少しこう移動しながらですね撮ることもできると。
歩きながらとなるとジンバルも使いたいわけですけども、これにジンバルを乗せることもできます。これだと撮影途中にちょっと、水飲みたいなっていう時も、まあ、両手が空くのでこれで飲めるわけですね。でジンバルなので多少こう揺れても水平はキープしてくれるので、まあ、撮影しながらでもこう歩いて、フリーハンドで撮影ができると。ここから見ていただくとこんな感じです。どうでしょうか。こう振動はこう拾うかもしれません。こういう感じでね。なので真剣に撮るときはこれを一旦、抜き出していただいて、でまあ普通に両手で持ってもらって、これ撮ってもらったらいいんじゃないでしょうか。今週の金曜日だったかな、取材がありますので、その時にこれを実践で使ってみたいと思います。それでは5時で閉門ですけど、まだ観光の人が浅いです。三島さんの展示も一応無事に終了して、今日はこの辺で。それでは。Thank you.